韓国5番、マイクロソフトウィンドウズのドスプロンプトに表示された、半角文字と全角文字。韓国の文字コード KSX1001 では、ハングル、漢字や日本のひらがな、カタカナなどを全角で扱う全角と半角は、文字の縦と横の比が、それぞれ1対1と2対1であることを指す。半角という表現は、もっぱらコンピュータ上での文字について、全角と対比して用いられる。 印刷や組版の分野では、全角は、字送りの量や約物の高さを表す。漢字などのほぼ正方形の文字の高さと同じ量を、全角と呼び、この大きさに、文字や約物を配置することを全角取り、文字の前後山にこの大きさの空きを取ることを、全角空きなどと称する。半角という表現は用いない。全角の半分の量を二部、三分の一の量を三部、四分の、 1の量を4分などと呼び、これらについても2分取り、4分空きなどの表現を用いる。また、全角空きの4分の3の空き量を2分4分空きと称することがある。コンピュータ上の文字では、全角文字とは、バイト数が2バイトの文字を呼ぶ場合、ASCII よび GISX0201 以外の文字を呼ぶ場合、表示上の字型の縦横が1対1の文字を呼ぶ場合がある。 一方、半角文字とは、バイト数が1バイトの文字、ASCII よび JISX0201 の文字、表示上の字型の幅が、全角文字の半分である文字をそれぞれ指す場合がある。以下の解説を参照されたい。一般消費者向けワードプロセッサなどには、文字の縦や横の幅を全角文字の2倍に引き伸ばして、表示、印字できるものもある。あざ送り方向にだけ、 全角の2倍に引き伸ばす機能を倍角と呼び、縦書きの場合を縦倍角、横書きの場合を横倍角と呼ぶこともある。さらに、オ央とも全角の2倍のサイズに引き伸ばす機能を4倍角と呼ぶことがある。複数のメーカーで実装がある。全角の4分の1のサイズの文字のことを4分角と言う。JIS 企では JISX4051。 日本語文書の組み方法で、全角を漢字1文字分の外枠、半角を字幅が全角の1、2である文字の外枠と定義している。また、一般機械分野の JISB0191、日本語ワードプロセッサ用語で、全角を外枠の高さと幅の大きさの比がほぼ1、1である、当該製品の標準的な文字の大きさ、半角を文字読み方向の大きさが、 全角の50%である文字の大きさと規定している。オーブン組半における類似の概念として M と EN がある。これらはそれぞれ文字の最大幅とその半分の幅にほぼ相当し、やはり字送りの量や約物の幅を表すのに用いられる。一説には M はラテン文字大文字の M の幅に、N は N の幅に由来するとされるが、 組版の現場での M や N の大きさは一般にこれとは異なる。シフト、ジスなどの2種類以上の文字コード規格を含んだ符号化を前提として、ジス X0201 やスキーに対応する文字を半角文字、ジス X0208 の文字に対応するを全角文字とする使用法も存在する。東アジアの印刷物は、はじめ正版印刷によって制作された。これはもともと、 手書き原稿を半銀に再現して複製を作るための技術であったが中国で秋を始め頃に一つ一つの文字を同じ大きさの正方形に収まるものとみなして長方形のページに縦横に整然と配するという様式が発達した印刷物の需要の増大に伴って半国に分業が必要となったため文字の占める大きさを確一化したのである このような組版の様式を箱組、またはマス組と呼び、現在でも漢字文化圏の多くの印刷物、とりわけ縦組の印刷物に用いられる。西洋から活版印刷術が導入された際も、活字は字面の幅と高さが同じになるように制作された。現代でも行中のあざ送りの量は、文字の大きさを基準とし、文字の高さと同じ量は全角。 半分の量は2分、4分の1の量は4分などと呼ぶ。活版印刷やそれを引き継いだ写真食事では焼くものなどは必ずしも全角の大きさを占めるわけではなく和文と黄文との混色では王子活字は幅が一定しない。そのため時間を詰めたり開けたりして定裁を整える。一方、コンピュータで文字情報を扱えるようになった当初は 処理能力の制約からすべての文字を同じ幅の文字として表示、印字した。テキストデータの一つ一つのバイトが文字を表していた。東アジアの文字は1文字を表すのに2バイト以上を用いるマルチバイト文字集合の成立によって利用が可能となったが、当初は2バイトで表される文字を1バイトで表される文字の二倍の幅で表示、印字した。これは漢字などの字面。 ボディをほぼ正方形とし、王子などをそれより狭い幅とするという伝統に合致している。また文字を表すバイト数と文字の表示上の桁数が一致するために内部処理を簡素化できるという利点もあった。1バイト文字は全角の半分の幅となることから半角文字と呼ばれるようになった。現在ではコンピュータの処理能力が向上したことで、 等幅フォントの他にプロポーショナルフォントも利用できる環境が普及したため、文字の字型を文字コードで全角と半角に区別することの意義は失われつつある。一方で、表示能力に制約のある機器や文字の幅を一定のものとして扱う端末装置などでは、全角と半角の区別は依然として必要である。等幅フォントを用いる。 コンピュータ環境では、ジス X0201 に規定される文字は、半角形、ジス X0208 のそれは、全角形で表示、印字されることが多い。一般消費者向けワードプロセッサや、電光掲示板などでは、文字の桁位置を合わせたり文字を強調したりするために、文字幅の違いを利用するといった用法が見られる。また、日本の新聞社や、 通信者は記事を電子媒体で配信する場合、時数計算を容易にするため、A、数字にも全角形を用いることが多い。JISX-0201 に規定する文字以外にも半角形の漢字や記号を実装しているコンピュータシステムもある。TSP100 や p c p o s などのレシート用プリンタが使用可能なキャッシュレジスターには半角形の円などの文字を半角漢字として 実装しているものがある。印刷構成記号を定めた JISZ8208 では、構成時に文字の印字の際の幅の区別を指摘、修正するための記号が規定されており、それぞれ半角、全角、オーブンで指示するように規定されている。JISZ8208-2007 の付属書 B では、プロポーショナル文字で表記された日本語中のカッコおよびカンマを全角で、 アラビア数字を半角で、英語をプロポーショナル文字で変更する指示の構成例が掲載されている。公文書でも、ジス X0201 とジス X0208 の区分けを意図して、全角文字、半角文字の子が使用されることがある。総務省告示、電波の利用状況の調査等に関する省令第9条の 規定による、電磁的方法により、記録及び提出することができる、書類並びに、その記録及び提出の方法においては、別表第1号、半角文字の定義にある文字を半角文字、別表第2号、全角文字の定義二次数 X0208 付属書3、表1、図形文字符号表の文字を全角文字と定義している。一つの符号形に、幅が異なる二つの文字がある場合、 通常はどちらで表記した場合でも字型に大きな違いがない。一部の文字では文字幅によって異なる字型が示される場合もある。日本語向けのフォントでは、チルダの字型は曲線を字面の上部に置く実装が多いのに対して、全角形の場合は中央に配置することが多い。そのため、時に波出しと混同される。また、ピリオドやコンマの字型は点を 字面の下側に配置する実装が多いのに対して、全角形の場合は、字面の左下に配置することが多い。X X、レジス X0201 よびジス X0208 の0時アザ型では、そのように表されている。印刷物の組版では、文字の実際のアザ取りは、全角と半角に区分できるものではない。約物のアザ取りは、前後の文脈によって変わりうるし、オーブンの文字は、 幅が不定である。ある文字がどれだけの幅を占めるかは、組版規則によって決まる。そのため、印刷所への電子入稿や、DTP ソフトウェアへの入力などの際には、現行データ中で、同じ文字は、同じ符号で表されている方が都合が良い。ところが、二つの符号で表しうる文字があり、両者が混在するために、正規化の全処理が必要になるといった問題も、起きている。 日本の携帯電話端末のうち多くのフィーチャーフォンの画面における文字表示はほとんど等幅で全角イコール正方形の幅か半角イコール正方形を半分に割った幅での表示となる。記号、カタカナ、ラテン文字、アラビア数字は全角、半角両方の表示が可能である。ギリシャ文字、キリル文字は全角しかなく、 ウェブブラウザ上でもこれらの文字はすべて全角で表示される。随一 JISX0201 と JISX0213 に規定される文字と代替名称の文字との関係。1978年、東アジアの文字集合に関する初の公的規格として JISC6226 が制定された。これは1文字を2バイトで表すマルチバイト文字集合で、 現代日本語の文書で用いられる漢字、仮名、記号類などを収録したものである。これに先立ち、ISO, IEC646 の日本での国内使用のための規格として、JISC6220 も制定されていた。JISC6226 の制定作業の当初は、JISC6220 に規定するラテン文字集合とカナ文字集合を符号表のはじめに、 起き、前者を、後者の拡張規格とすることが想定されていたが、この案は制定の過程で見送られた。JISC6220 の記号類の多くが1区に、ラテン文字と数字は3区に、カタカナは5区に、改めて収録された。この結果、同じ文字が2つの JIS 規格で規定されることになった。各ベンダは、JISX0208 に準じた文字コード体系を採用し、 それに対応したフォントも製造されるようになったが、g i s x 0 2 0 8に規定される文字のグリフは、しばしば漢字などと同じ幅に、g i s x 0 2 0 1のそれは、その半分の幅に作られた。g i s x 0 2 0 8を応用したベンダー標準の中には EUCJP のように文字の幅を定義したものも、ある。このため、j i x 0 2 0八は、全角、j i x 0 2 0一は、 半角との理解が広まることになり、さらに、両方の文字集合に収録された文字は重複して、符号化され、全角と半角の二つの字型を持つとみなされることになった。実際には、JISX-0208 では、個々の文字の幅を規定してはいない。JISC-6226 の第四次規格である JISX-0208-1997 では、 ジス X0201 とジス X0208 で規定するすべての文字をユニコードの文字と対応づけ、ジス X0208 で規定される文字の内ちスキーまたはジス X0201 のラテン文字集合に規定される文字と同じものは用いないとすることで重複符号化を止した。ただし、全角形のラテン文字類をび半角形の カタカナ類については付属書語で文字の代替名称を定め、これまでの慣用的な利用との互換を目的としてだけ、異なった図形文字として用いても良いとして、一時的に重複符号化を容認するという方針を取った。この規定は、JISX0208 の後を受けた JISX0213 にも引き継がれることになった。随一に、ジスの二つの文字集合規格の文字と代替名称の 関係を示す。日本のデータ放送や文字放送などで用いられるアリブの文字コード規格においては厳密に全角文字と半角文字とプロポーショナル文字のコードが規定されている規格がある。これにより文字により画面上のレイアウトを表現することが可能にしている。ほかモザイクなどの表現も可能となる。従ってアリブに対応した本とは厳密に 全角、半角を実装する必要がある。JISC6226 制定の後、中国のギガバイト二千三2312、台湾の CNS11643、韓国の KSC5601 から1987といった東アジアの漢字集合規格が相次いで制定された。これらはいずれも JISX-0208 と同じ構造を持っている。つまり、 マルチバイト文字集合であり、シングルバイト文字集合と併用することができるが、自身にもシングルバイト文字集合と同一の字型の文字を収録している。そのため、やはり重複符号化の問題が付きまとう。例えば1981年に施行されたギガバイト二千三2312から80では、ギガバイト y 九百1988から80の文字集合と同じ字型の文字を、 符号の配列順を変えずに3区に収録している。ユニコード標準では、文字の一つ一つに様々な特性を定義して、文字を区別しやすくすることで、テキストデータの処理に役立てようとしている。付属書11では、参考特性として、東アジアの文字集合の文脈での文字幅を表す、イーストアジアンウィ d t ス特性を定義している。 アドビが定めているアドビジャパン1文字コレクションでは、全角文字、半角文字、プロポーショナル文字にそれぞれ別のコードを与えている。また、長漢字などで使用されるトロンコードでは、文字幅の区別はしない。ありがとうございます。